ご視聴ありがとうございます。クラリネットの船木です。前回の動画、リードの選び方、リードの箱を開けた初日に、まず何をするかということに注目して、やりましたけれども、その続きです。今日の動画は、その続きです。あれから、5日経ちました。前回、収録したのが9月3日、リード開けたの9月3日の話です。で、それで、今日9月8日ですので、その間、その時開けた10枚のリードはまだ1枚も捨ててないです。一応10枚全部取ってあります。私の場合なんですけれども、この最初の1週間ぐらいですかね、絶対1週間というわけでもないんですが、10枚のリードを、とりあえず10枚全部取っておきます。よっぽどなんかごく稀にあるんですけれども、このリード絶対ダメ、熱すぎて絶対ダメ、もしくはビャーって言っちゃっても絶対ダメって、そういうのはごく稀にですけれどもあります。そういうのは捨てちゃうこともなくはないんですけれども、一応取っとくことの方が、多いです。それで、2日目ですけれども、大体同じことをしました。低い音から高い音までの、音階で、上がって下がる。で、レガート、スタッカーと、前回のことをほとんど同じことをしています。で、3日目は、1日休ませています。休ませるのは、2日目でも3日目でも構いませんが、1日も休ませると、いいかなと思って僕はそうしてます。で、4日目、これ昨日なんですけれども、これはもうちょっとあんまり時間がなかったっていうのもあるんですけど、軽く一吹きパラパラパラって、本当に1枚あたり10秒ずつくらいパーって吹いて、それでおしまいっていう感じで、置いてあります。で、この間リードを削ったりとかそういう調整みたいなことは、していません。微調整するのは大体このリード育てていこうっていうのが何枚か定まって、それで個人練習しますね。その個人練習しながら、ちょっと左右のバランス整えようかなとか、ちょっと息の通り悪いから少しヤスリで落としてみようかなとか、その程度のことです。はい、ということで、早速吹いていきたいと思います。前回同様に、一応、硬く感じるリードから吹いていこうと思います。それではリード10枚とも吹いてみようと思いますけれども、前回音階やりましたので、今回は、ちょっと今練習している曲の中から一節でリードを選ぶ作業ということがメインなので、今低い音から高い音まで出てきてタンギングが多いやつがいいかなと思いまして、一節ずつ同じフレーズを、10枚分吹いてみようと思います。順番は前回に対応させまして、硬く感じるリードから1枚目、2枚目、3枚目、柔らかく感じるリードへ向かっていくっていう、そういった順番でいこうと思います。それでは、1枚目、一番硬いと感じたリードですね。特に吹き方で手心を加えないのが、リードのよし、傾向を純粋に見るためのポイントだと思います。
柔らかく感じるんですけれども、9枚目よりなんか暴れない感じがしました。柔らかく感じるかどうかと、リードがこのハンギングとか斧の息が飛んだ時に暴れやすいか暴れにくいかっていうのは、案外、必ずしも一致しないことかもしれないですね。今回はちょっと違うパターンでも、10枚、一通り吹いてみようと思います。先ほどがタンギングで、フォルテで、高い音から低い音までっていうパターンフレーズでしたので、今回はピアノ傾向で、それで、レガートの、跳躍のあるメロディーということで、さっきのよりはちょっとシビアになるので、選んでないリードで全部ちゃんと吹ければちょっと自信ないんですけれども、一応やってみようと思います。それで演奏する順番なんですけれども、ちょっとさっき硬い方から柔らかい方に行きましたんで、ちょっと今回柔らかい方から硬い方に行こうかなというふうに思っています。ナンバリングに関しては、紛らわしくなるんで、硬い方から数字小さく、柔らかい方から、に行くに従って数字を聞く、従って10枚目から吹くということになります。ちょっとややこしくなるんでナンバリングは統一しようと思います。10枚目です。
そういうわけで、10枚すべて吹いてみました。前回の動画、今回の動画で10枚全部吹くということを、やっているんですけれども、こうした中で本当に明らかなのは、10枚のリードには個体差が存在するということ、そしてその個体差っていうのは、吹きやすい吹きにくい、にやっぱり反映されるものだということが明らかなのではないかなと思います。本当は一箱の中に入ってる10枚が全部本番で使えるようだったらこんな幸せなこと本当にないなと私も思っているんですけれども、なかなかこれだけ個体差がある以上そういうわけにもいかず、もちろんいけそうなリードは調整しながら、使えればいいなというふうに思っているんですけれども、そうした中で、リードをやっぱり選ぶということは、すなわちあんまりちょっと吹きづらいリードに見切りをつけることにもつながるのかなというふうに思っています。今個人的に今10枚吹いてみた感触だと、大体本番で使えそうなのが、1枚2枚3枚かなっていうところでして、あと調整しながら、練習しながら、使い物になりそうなのがプラス2枚3枚ぐらいかなっていうところ、だと今は思っています。もちろん今日の時点で全て、ジャッジするわけではなくて、あと2、3日ぐらい、今日5日目だからそうですよね、2、3日ぐらいかけて、もうちょっと吟味して、判断することになると思います。2、3日後には新しいリードをまた開けることになると思いますので、そうしたバランスも、含めてってことになっていきますね。いずれにしてもリード自体も日によってその時の湿度だったり気圧とかだったりで多少の変化っていうのはもちろん生じてきますし、それ以上に走者のコンディションというのも多分に影響してくるものだなと私としては思ってますので、絶対にこのリードって決めてかかるよりはその時の状態に合わせてある程度幅を持たせて持っておくといいかなと思っています。そうした中でもあんまり吹きづらいリードで練習するとやっぱ上達ねままならないと思いますので、やっぱりある程度吹き心地を揃えるっていうことはもちろん大事なんじゃないかなというふうに思っています。そうした中でリードと向き合っていって、だんだんこの自分にとってちょうどいい状態だったりとかリードの傾向を、知っていくことが、いずれにしてもとても大事だと思っています。次回は、今回10枚吹いたリードから、おそらく減ってると思います。ある程度選んだリードを、もうこれは練習に使うリードですから、それをどう調整していくかということ、リードの調整の仕方、ということ、調整するときにどんなポイントがあるかなっていうところを、私なりにですけど伝えていけたらいいなというふうに思っています。それでは、今回はこれでおしまいにしたいと思います。ご視聴最後